昭和時代に彗星のごとく駆け抜けた4人組女性アイドルグループセイント4は、華やかな表舞台とは裏腹のドロドロとした詐欺じみたオーディション体制の疑惑や、グループを解散に追いやった事務所とレコード会社の醜い訴訟劇の真相とメンバーのその後を調査しました。セイント4は板谷由美子さん、岩間沙織さん、鈴木幸恵さん、浜田典子さんの4人で結成されたアイドルグループで、歌唱の途中でアクロバットを披露しながら歌うという斬新なコンセプトを特徴とし、プロモーションに40億円ものお金をかけたと歌われて、デビュー当時大きな話題となりました。時代は82年、芸能事務所日芸プロジェクトによるあなたもスターにというダイレクトメールを一般女性に送りつけ、それに応募してきた約3万人の中からあの4人が選ばれました。デビューまでのトレーニング期間は2年にも及び、途中メンバー交代を経て、デビュー直前にはテレビ朝日の番組アイドルパンチにアシスタントとして出演が決まります。グループ名はその番組内で一般募集した中から選ばれ、 100% 女の子のままデビューというキャッチコピーで84年不思議東京シンデレラでデビューを果たします。この曲はヤングジャワカレーの CM ソングに採用され、自身も CM に出演しました。それと同時に主演映画ザ・オーディションが公開されました。一連のプロモーション費用40億円という話は、この約2ヶ月前にデビューした少女隊の30億円を上回るイメージを世間に植え付けたかっただけで、金額に根拠はなかったとも言われています。デビュー曲のオリコンランキング最高位は35位、続く2枚目太陽を抱きしめろは15位まで上昇し、ファンも増え、ライブも盛り上がり、握手会等ではいつも長蛇の列を作るなど、最初の1年は順調な滑り出しを見せていました。ちなみに同期デビューには浅香唯、斉藤由貴、中山美穂、本田美奈子、南野陽子、吉本美代子などなど、そうそうたるメンバーが揃っていましたが、結局新人賞関係は本田美奈子さんが総なめ。しかしレコ大の最優秀新人賞だけはジャニーズの中村茂之さんが受賞、ジャニーズの裏パワーとも噂されていました。さてセイント4、シングル3枚目4枚目では30位前後に順位を下げていき、3枚のアルバムも30位前後にとどまっていました。これからが踏ん張りどころという2年目に入ろうとしていた時、突然レコードのリリースがピタリと止まってしまったのです。何が起こっていたのでしょうか。デビューから順調な1年目でしたが、密かにトラブルの芽は育っていました。始まりは3枚目のシングル、はい、先生でした。アクロバットを主体としていたそれまでの2曲とは明らかに路線の違うキャピキャピ系のアイドルっぽい曲でした。同時に同じタイトルのラジオ番組もスタートしたほどです。ファンたちも突然の変化に戸惑います。この裏で起こっていたことはこうでした。実はこれまで通り派手なアクション路線で行きたい所属事務所と、正統派アイドル路線に転向したいレコード会社との間で思惑の違いが出てきてしまったのです。所属事務所の日芸プロジェクトはもともとタレント養成所で、自らタレントを抱えてプロデュースするのは今回のセイント4が初めてという弱小プロダクションでした。一方レコード会社であるリバスターオンさんは、佐川急便の佐川社長が設立し、彼が熱烈なファンである歌手の橋幸夫さんを副社長に就任させていました。それもあってセイント4のデビューに関してはレコード会社十数社が争奪戦を繰り広げる中、リバスターが権利を獲得し、橋幸夫プロデュース、そして40億円デビューという派手なキャッチフレーズで業界の話題を独占していました。そんな両者の対決の中、どちらも信念を曲げず、溝は深まるばかりでした。結局弱小プロダクションである日芸がリバスター側の圧力に負けて路線変更した3枚目シングルを発売しますが、この曲は売り上げが伸びず、わずか2ヶ月後には急いで元の路線に戻して4枚目シングルハートジャック王をリリースしたのです。しかしランキングが下がっていくのを止めることはできませんでした。大人の事情でレコードが出せないまま予定されていた残りのコンサートを終えたセイント4は活動が止まってしまいました。そんな中事件は起きます。メンバーの中で一番若くメガネがトレードマークだった板谷由美子さんがグループからの脱退を申し入れたのです。板谷さんは松田聖子さんが主演した映画プルメリアの伝説天国のキスのオーディションでスカウトされたことが芸能界入りのきっかけでした。当時高校3年生だった由美子さんは進学のため学業に専念したいと脱退を申し入れ、話し合いの結果社長も他のメンバーも快く送り出したといいます。しかしそのわずか1、2ヶ月後に
他の事務所からタレントとしてデビューしたのでした。実は他事務所に引き抜かれてしまっていたのです。彼女は杉浦美幸さん主演で、男組の岡本健一さんと保坂直樹さんも出演していたドラマ、この子誰の子にも出演していました。そのため急遽セイント4の妹分としてソロデビューする予定だった岩尾純さんをメンバーに加え、新生セイント4を誕生させたのでした。しかしレコードを出せない状況にも変わりはありませんでした。ちなみに板谷由美子さんのその後は、雑誌のグラビアやオリジナルビデオなどでヌードを披露するなど、主にセクシー路線で数々のドラマや映画に出演し活躍を続けました。そして時は流れて2005年、雲南さんのテレビ番組赤っ端児童総会スペシャルに出演された後は、ご結婚ご出産を経て現在は芸能界は引退されているらしいです。2015年放送のテレビ番組 TBS の爆報ザ・フライデーにて、セイント4初期メンバー3人が板谷さんとは連絡がつかないとその時点では公表していました。そんな板谷由美子さんの脱退に伴って正式メンバーとなった岩尾純さんは、後のセイント4解散の直前にグループを脱退し、定時制高校に通いながらアルバイトをしつつデモテープを送るなど、歌手や声優を目指して売り込みを続けていました。やがて夢が叶い、声優としてエヴァンゲリオンやアンパンマンなど数々の声優の仕事や念願の歌手仕事で活躍されています。そんな中またまた事件が起こります。86年9月、日芸プロジェクトがリバスターオンさんを相手に約3億8800万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴したのです。所属事務所の言い分としては、レコードセールスによる印税が全く支払われなかったというのです。おまけにリバスターの副社長である橋幸夫氏が会社ぐるみでセイント4の引き抜き工作を図ったとして、橋幸夫副社長を背任横領の罪で告訴すると言い放ったのです。これを受けてリバスターの橋幸夫側はこう反論します。全く寝耳に水、事実無根、しかもなんで橋幸夫を攻撃するのかと返します。歌手として栄光のある芸名を汚された橋幸夫さんは怒り心頭でこめかみをピクピクさせて大反撃したと言います。結局この件についてはリバスター側が事件に直接関与していた社員を解雇するという処置で、一旦は和解が成立し、レコード会社契約も解消できることとなりました。晴れてセイント4は夏の全国ツアーの日程も決まり、両国国技館や大阪城ホールなどかなり大規模なツアーを予定して話は進められていました。またニューシングルの発売もアナウンスされていましたが、一度は契約解消を認めたリバスター側が副社長の橋幸夫氏が話を蒸し返し再びごね始めたことで事態を悪化させたと語る関係者もいたといいます。東京地裁は両者に何度も和解勧告を出し続けましたが、岡井の弁論を重ねる泥沼状態に陥り、両者は完全に修復不能の冷戦状態に突入し、一度発表したツアーが中止になるという異常事態に発展したのです。これによってリバスターとの契約期間がまだ1年近く残っていたので、レコードも発売させてもらえず、セイント4は完全な買い殺し状態にされてしまったと言われています。その後最終的に裁判所の和解勧告を両者が受け入れた形で事態は収束に向かう中、セイント4のメンバーでリーダーだった岩間さんが次のようなコメントを残しています。大人のトラブルには疲れました。私たちはライブ活動だけでも続けたかった。ファンの人たちに中途半端な状態ではかえって申し訳ないと思って4人で話し合って決断しました。と涙ながらに解散宣言を表明すると同時に、それまでの経緯をファンに説明しました。私たち解散したくてするんじゃないんです。ただ歌が好きでずっと歌っていたいだけだったのに。そして87年1月解散コンサートが急遽行われました。タイトルは旅立ちコンサートと銘打たれ、アンコールまでの34曲一切 MC なしでひたすら歌い続ける彼女たちに、ファンたちは声の限りに声援を送り続けました。ついにアンコールで初めてメンバーは口を開きました。きっとみんなの前に帰ってくる。だって私たちの居場所はみんなの前しかないんだもん。そう言ってセイント4は舞台から消えていったのです。鳴り物入りのデビューでしたが、たった2年半で空中分解となりました。岩間沙織さん、その後岩間さん解散後は女優として活動しながら、91年にはヌード写真集を発表したり、劇団に参加したり、趣味であるバイクに関連した仕事で旅レポートしたり、最近では介護関連の仕事を精力的に行っているそうです。そんな間もセイント4で一緒だったメンバーたちとは連絡を取り合っていたようで、やがて徐々にグループが復活して再始動していきます。
浜田さん、その後はメンバーの鈴木幸恵さんとセクシーユニットピンクジャガーを結成し、ロックバンド茶箱での音楽活動の後、女優に転向し、主にグラビア、ビデオシネマなどセクシー路線で活躍されています。プライベートでは広告プロデューサーとご結婚され、俳優、高山城慎吾さんの最後の恋人と噂されていました。解散後はメンバー浜田さんとバンド活動まで共にし、途中バンドのベース担当メンバーとの結婚を機に共にバンドを脱退し、不定期に音楽活動をしながら、家庭では2児のお母さんとなっていると雑誌での報道もありました。浜田さん、岩間さん、鈴木さんのお三人、2013年解散から26年ぶりとなるステージライブをゲストとして出演しました。その半年後にこの3人さんでワンマンで復活ライブを開催し、2回の公演のチケットは早々と完売し、ライブは大盛況となりました。そこではメンバー岩間さおりさんのみが当時を彷彿とさせる速報宙返りを披露しました。翌年にはデビュー30周年ソロライブも実現し、2018年からはこの3人でセイント4として本格的に再始動しているそうです。後に噂になったことですが、セイント4の所属事務所日芸プロジェクトはどこかで入手した名簿をもとに、若い女性に片っ端から無作為にあなたもスターになれるというダイレクトメールを大量に送って、応募してきた人からレッスン料、登録料と銘打って 30〜40万円という高い受講料を徴収する手法で資金が集められ、そこからメンバーが選ばれてセイント4になったらしく、彼らを使ってオーディションの映画を作ることによって、みんなもセイント4の妹分にならないか、という誘い文句で、再びダイレクトメールを送り、さらに応募者からお金をたっぷり集めるという、そのためだけに作られた映画だった、とも言われています。そんないわくつきの映画、ザ・オーディションは、出資を募るはずの映画なのに、内容は大変ネガティブで、芸能界の大手事務所の圧力や、賞レースの裏側での関係者たちによる金銭の動きなどが描かれたりと、とても見応えのある映画だという評判もあります。ご視聴ありがとうございました。少しでも楽しんでいただけましたら、ぜひ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。